日本東京都新宿区袋町袋町は東京都新宿区の町名。町名の設定のない単独町名である。住居表示未実施。郵便番号は162-0828。新宿区の北東部に位置する。牛込地域に属し、牛込の名を冠して牛込袋町とも呼ばれる。町域北部は神楽坂に接する。東部は若宮町に接する。 南部から南西部は南町、中町、北町にそれぞれ接する。西部は岩戸町に接する。町域内は主に住宅地として利用される。牛米大地城にあり、見晴らしが良かったことから、戦国時代には牛米市がこの地一帯に牛米城を構えたが、後法条市滅亡後廃城となった。江戸時代には地蔵坂に牛込魚町に属する町屋があり、 わらを売る店が多かったことから、わら店と呼ばれた。また坂上は、牛米北岡地町に入るところで岡地組の門に突き当たり、袋工事となっていたため、袋町と呼ばれた。1645年当時に三捨寺が移転し、門前町が形成された。1765年三捨寺の向かいに、幕府天文方の支店台が移転してきたが、境内の林が観測に邪魔であったため、 1782年には浅草に移転した。江戸後期には、わら天にわら邸という寄席ができ、初代、どド,ドイツ王戦火等が活動した。明治には、わら邸として、色物席となったが、夏目漱石が足しげく通ったことで知られ、当地に馴染みがあったためか、それからでは、袋町を主人公、長井大輔の居住地としているほか、 たたた作品にもびび登場させている現在の袋町は1869年に牛米袋町として成立した。1911年干渉を外し、その後長域を変更することなく、現在に至る。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 ありがとうございます。